どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲーム世代中の人エルザです。今回はバージョン 2.5 前半で復刻する今一番熱いと言ってもいいロビンについて現在の評価していきたいと思います。ロビンに関しては実装されてからずっと注目をされているキャラですが、秘書の登場によりまた注目が集まっているっていうのがありますよね。ですが他の復刻枠も意外と魅力的なキャラが多いので、ロビンのガチャをどうするべきか悩んでるのではと思います。そこで今回はロビンを一通り試してきて感じた強みや弱み、また扱う上での注意点などをまとめて解説したいと思います。意外と装備の部分で問題を抱えるキャラでもありますので、その点に注意をしてもらえるといいかと思います。それでは早速解説していきたいと思います。まずは現環境での強みを見ていきたいと思います。ここが強いっていうところですね。ポイントは3つあります。まず1つ目、全体バフがとにかく強いっていうところです。バフの種類の豊富さっていうのももちろんなんですが、数値も高く全体に対してのものが多いのが魅力的なところとなります。スキルでお手軽なのも嬉しいポイントですね。ちなみにバフの種類としては4種類です。テンプ、追加能力、スキル、必殺技、それぞれ全体に対するバフがありますね。しかもロビンはその場にいるだけで味方全体の会心ダメージをアップするものがあったりするので、このあたりは追加攻撃持ちでないキャラでも恩恵を受けれる部分となります。それでは続いてポイント2つ目です。即行動でコントロールができるっていうところですね。ロビンの強みは一番ここかなと思ってます。まず必殺技で即行動ができるっていうのがあります。これにより味方が全員行動した後に必殺技の発動をすることで再行動が狙えるっていうのがいいんですよね。タイミング次第では攻撃回数が増えるようになりますので、ここが非常に大事となります。特に秘書の編成に入れる場合はタイミングが大事となりますので、このあたりは覚えておいた方がいいところかなと思います。続いてポイント3つ目は追加攻撃特化の性能というところです。これに関してはロビンがいるだけで専用バフがもらえるというところですね。ただ専用バフといっても1つだけとなってますので、競争状態、必殺技中ですね、味方全体に追加攻撃が与える回心ダメージがアップするというところを覚えておいてください。ロビンの全体的な強みとしては高倍率のバフに加え全員を強化できるため攻撃的編成に向いているというのが特徴となります。続いて現環境での欠点についても話していきたいと思います。ここがちょっとっていうところですね。実装から期間も短いんですが、まだ気になるところはあります。まず1つ目、追加攻撃持ちが必要というところですね。追加攻撃のバフは1つしかないっていうのはありますが、攻撃回数に依存した負荷ダメージなどがあります。そのため攻撃回数が多くなる追加攻撃持ちと相性がいいっていうのがあるんですよね。しかもこの負荷ダメージに関してはメインターゲットにのみダメージを与えるようになってますので、拡散だったりとか全体攻撃しても1体だけになるんですよね。そういった意味でも追加攻撃持ちと相性が良くなってます。なので手数が多いほど活かせる部分があるのが難点というところになりますね。それでは続いて2つ目です。抗炎水が意外と大事というところですね。ロビンに関してなんですけど、攻撃力がそのままバフに反映されるっていうのがあります。そのためイベント抗炎水かモチーフが推奨となるんですよね。これに関しては現在攻撃力アップ系の抗炎水が少ないからとなります。なので最近追加された美しき花よ今盛んを突する必要がありますので、意外と難易度が高いっていうのがあります。引いてからも結構苦労する部分かなっていうところですね。この点からルビンの全体的な欠点としては、全てのバフを活かすのであれば追加攻撃持ちのキャラを多く組む必要があるっていうところになります。また抗炎水も準備するっていうところは大事になりますね。このあたり意外と抜けがちっていうところになりますので気をつけておいてください。正直抗炎水に関しては未だに悩むところはありますね。それでは続いてロビンの凸について話していきたいと思います。正直ロビンの凸に関してはズバ抜けて強いなと思いますね。ルアーも強かったんですが、それと同等ぐらいの性能かなと思ってます。まずロビンの一番の強みとしては1凸です。1凸の部分に関しては全体性貫通プラス 24% っていうのがつくんですよね。もうこれついたらルアンの強みを1つ取ってしまうので、そういった意味ではかなり強いなと思います。例えば他の編成でいると追加攻撃編成以外でも持続編成とか他の採用もしやすくなるっていうところですね。その他に2凸4凸6凸では競争状態であったり必殺技に起因したものっていうのが多くなっています。貫凸をすればさすがに強いなっていうのはありますが、1凸の破壊力が高いなと思いますね。なのでロビンに関しては1凸するだけで全体性貫通が付与されるっていうとても強い部分がありますので、凸する価値は非常に高いキャラと言えます。
ドゥアンの役割を一人でできるようになる部分もありますので、編成での活躍幅が広げるには一番いいのかなというところです。ルアンを引かないよっていうか、ルアンを引けなかったっていう人にとっては、ロビンの5つはかなり嬉しいポイントかなと思いますね。それでは続いて、公演性の候補について話していきたいと思います。まず、公演性1つ目に関しては、モチーフですね。光あふれる夜です。こちらに関しては、装備すると EP 回復効率が 3% ほどアップしますが、5層蓄積ができるため、どんどん伸びていきます。さらに必殺技を使用すれば攻撃力がアップし、バフの性能を伸ばしつつ、ヨダメも全体付与ができるため非常に強力となってます。ただ一番の魅力としては攻撃力がアップするっていうところですね。必殺技を使ってから攻撃力バフを与えますので、とても相性がいいものとなってます。続いて2つ目は新しい方の公演水ですね。美しき花よ今盛んです。自身の攻撃力アップだけでなく、パーティー内に同じ運命のキャラがいるとき、会心ダメージがアップするようになっています。この場合、追加攻撃編成と合わせると非常に相性がいいんですよね。まあ、この最適編成というのを考えた時には、遵守キャラが必ず2人いるような状態なので、そういった意味では相性がいいです。続いて3つ目は、明日のための旅です。こちらはイベント公演水ですね。まあ、装備するだけで攻撃力がアップするので、持っている方はなるべくロビンに装備させたいものとなります。ただ、イベント配布っていうところがありますので、持っていない方からすると、もうゲットはできない公演水となっています。続いて4つ目は、長戦争は終わらないです。こちらに関しては、EP 回復効率がアップするため、ロビンの必殺技を発動しやすくなるっていうのがありますね。必殺は発動後に SP を1回復できるっていうのがありますが、2回発動して1回復っていうところになりますので、その点だけは注意が必要です。また、スキルによる次のキャラのヨダメアップ付与もありますが、これに関してもタイミングが悪いと付与ができないっていうところもありますので、ちょっと難しいなっていう、コントロールがしづらいなっていうところになってます。必殺技とうまく噛み合わせるといいのかなっていうところですね。それでは続いて異物の候補について話していきたいと思います。異物の候補としては囚人とガンマンがおすすめとなります。でこれを選ぶ理由としては、とにかく攻撃力のセット効果があるものを選ぶためです。ロビンに関しては攻撃力の理想としては4000以上が欲しいところとなります。それに近づけるため2セット効果の攻撃力がアップできるものを選ぶようにするっていうのがまず大事なところですね。とにかく攻撃力が大事です。そのためにセット効果をうまく使いましょうっていう話ですね。続いてオーナメントについてです。こちらに関しては追い沼の選手ですね。これは攻撃力が足りないようなら入れるっていうところです。ちょっと条件があります。まずセット効果で HP の耐久面がアップするっていうのがありますね。さらに速度も120以上あれば攻撃力もアップするようになりますので、耐久面と攻撃力の両方を稼げるようになります。ただし、攻撃力を満たしているようなら、ウェンワークであったり、ピノコニーで同じ属性を合わせたりっていう活用法もありますので、このあたりは組ませる見方によって変わるのかなと思います。個人的には、ウンニとかと合わせる場合は、ピノコニーを採用したり、キャラによって変えるようにしています。それでは、メインステータスについて話していきたいと思います。銅に関しては攻撃、靴に関しては速度か攻撃、弾に関しては防御か攻撃、縄に関しては EP 回復となります。このあたり実は公演水とのバランスかなと思います。例えば攻撃力アップの公演水用ない場合は攻撃4000ってめちゃくちゃハードルが高いので、すべて攻撃が選択される状態かなと思います。ただし攻撃力がアップする公演水を所持していたり、サブステの厳選ができていた場合は、靴の場合は速度にしたり、耐久面が足りなければ弾を防御にするってことがありますので、この点はバランスよく組んでください。ただ優先度としては攻撃力になるかなっていうところです。続いてサブステータスについてです。サブステータスに関しては攻撃ですね。できればパーセントです。続いて速度、HP、防御となります。最後、エンドコンテンツのための必要なステータスというとこです。これは自分がクリアするために必要だった数値っていうとこですね。まず HP に関しては3500以上を目指すようにしてください。意外と耐久面大事なキャラとなりますので HP 大事です。続いて攻撃力は4000以上です。3800とかでも全然大丈夫です。防御に関しては1000以上ですね。これも耐久面の確保というとこです。速度に関しては120以上です。これに関しては追い沼の選手の効果を発動するために120以上としてます。なので、靴を攻撃型か速度型にするかによってだいぶ変わるかなと思いますので注意してください。まず、ステータスの基準ですが、とにかく攻撃力4000以上が優先となります。その後、戦闘してやられるなら耐久面を整えるという流れになれますね。ただ自分の場合は4000と今回してますが、ただ単にクリアするだけなら3800ほどでも問題なかったので、そのあたりはバランスを見るようにしてください。
それでは続いて飛翔などの相性を見ていきたいと思います。今回はアタッカーの相性とサポートの比較もしていきたいと思います。まずアタッカーで見ていきたいのは飛翔ですね。こちらに関しては飛翔にはほぼ必須級のバッファーとしてロビンが欲しいところとなります。正直使っててロビンいないときついなと思いましたね。で、飛翔に関しては育成をするときに会心系を盛ることがある程度優先されるようになってます。特に会心率ですね。で、こうなった場合正直会心ダメも足りないし攻撃力も足りないっていうことが起きてきます。こうなってくると火力面の補助としてロビンの攻撃力アップとか会心ダメ追加攻撃による恩恵っていうものが欲しくなるんですよね。また飛翔の場合は自身が行動しないと追加攻撃というの発動が遅くなっていきますので、まあ、ターンもなるべく欲しいところがあるんですよね。そういった意味では即行動ができるロビンの効果っていうのは非常にありがたいので、バフや即行動の面から見てロビンは本当に欲しいなと思いますね。いるといないでは全然攻略性が変わるので、このあたりは切っても切れない関係性なのかなと思ってます。なのでアタッカーとの相性は飛翔に関してはめちゃくちゃいいと思っておいてください。続いてサポートの比較でいきたいと思います。比較の対象としてはルアンになります。ただルアンに関してはホタルの登場でいろいろと状況は変わってきましたので、以前と話が変わってきています。ではルアンについてですが、ロビンと役割が違うため編成被りがより少なくなったというところになります。まあ、現在ではルアンの役割が撃破特攻ではっきりしてきたというのがありますので、ロビンの追加攻撃特化と被らなくなったというのがあります。ただし面白いのはお互いにバフが優秀っていうところがあるので、いない場合は補うことが可能となっているんですよね。例えばロビンを一卒した場合は全体性貫通っていうのがありましたけど、あれルアンはもともと持ってますし、かといってルアンに関しては敵の防御力を下げるとか突をすると効果が変わったりします。なんかお互いにそれぞれ持ってるもの持ってないものっていうのがはっきりされているので、そういった意味では使い分けができますので、ルアンを持っていたとしてもロビンを採用するっていうのは全然あり得るかなと思いますので、正直この2人に関しては比較はしづらくなった分役割もはっきりしたっていうところになるかなと思います。たまに飛翔の編成でルアンとロビンを入れたキャリー編成などもするんですが、これはこれでめちゃくちゃ強いので面白かったですね。というところでロビンの相性について話をしていくと、まあ、正直なところ飛翔の登場やルアンの最適編成などの発見によってロビンが実装された当時よりも活躍できる可能性が上がったっていうのがあります。ここで使うっていうのがはっきりしたってとこですね。個人的には必要性が非常に高くなってきてるなと思ってます。運理とかの相性もめちゃくちゃいいですからね。特にロビンの攻撃力バフはアタッカーにとっては火力が上がる上で必須級のバフとなっていますので、飛翔はもちろんなんですが、今後登場するアタッカーとも相性がいい可能性は非常に高いと言えます。特に追加攻撃持ちのキャラっていうのはこれ以上出ないっていうわけではありませんので、新規キャラが出た時にもロビンっていうバフはとても重要になるかなと思います。そういった意味では相性が今いい時点で必要性も高くなってきてる今欲しいところっていうところになりますね。それではエンドコンテンツの使用感についても話していきたいと思います。エンドコンテンツに関しては2つ話があります。まず1つ目、高難度との相性がいいっていうところですね。ロビンに関しては正直全体的にサポーターとして採用がしやすいっていうのがあります。適正値高いですね。で、特に手動の際に対抗度を有効活用できるっていうのがありますね。これがラウンドの短縮につながってめちゃくちゃ扱いやすいっていうのがあります。現在0ラウンドクリアとかを遊びでやってるんですけど、やっぱロビンの最高度ってめちゃくちゃ活躍するんですよね。これまた花火とかブローニャとの違った強みがあるのでとても面白いなと思ってます。それくらい活躍ができるっていうキャラですね。ただし注意事点っていうのもあります。これが2つ目です。編成が揃わないと難しいっていうところですね。ロビンに関しては正直優秀なところっていうのは多いんですが、追加攻撃編成や最適が星5キャラ採用っていうのが多いので、編成を揃えるのが難しいなっていうのがあります。なので編成が揃えきらない人からすると結構ロビンっていうキャラは辛いのかなと思いますね。最適があって強い分その反動として星音とかも活かしきれないところがあったりとか、ちょっと物足りないなっていう風になってくるので、まあ、編成を揃えるのがかなり優先なキャラと言えます。揃ってない時ちょっと難しいですからね、エンドコンテンツに関してはね。個人的なそんな判断をしています。それではパーティーの紹介に行きたいと思います。パーティーに関しては今回3つですね。まず1つ目は飛翔の編成です。メンバーは飛翔、アメンチュリン、トパーズ、ロビンとなります。こちらに関しては飛翔メインならぜひ組みたい編成となっています。特にロビンのバフを全て活かせる最適編成というところですね。
さらにトパーズとアベに関しては星4でも代用可能だったりしますので、意外と幅の効いた編成になったりもします。ただし秘書とロビンどちらかは持ってる必要がありますので、なかなか難易度の高い編成かなと思います。続いて持続ダメ編成ですね。最近復刻される3人が入ってますが、メンバーとしてはカフカ、ブラックスワン、ロビン、フォコとなります。こちらに関してはルアーを持っていない人向けの持続編成となりますね。なのでルアーを単純に持っていないっていう人にも対してですが、ホタル編成使ってた場合ロビンを入れて穴埋めができるっていう編成になってます。持続編成に関しては攻撃力バフが非常に相性がいいものとなってます。ダメージに直結しますからね。さらに最高度で SP と攻撃のコントロールが可能となりますので、この点も相性がいいところとなります。意外と SP が足りなくてフォコの回復が間に合わない、なので最高度しようみたいなこともありえますので、そういったところも相性がいいですね。そして3つ目、ウンディキャリー編成です。花火、ウンディ、ロビン、フォコとなります。ウンディの火力をとにかく盛りまくる編成というところですね。不足がちな会心ダメを花火でカバーできるのも嬉しいところです。ロビンに関しては会心ダメそこまで漏れないですからね。さらにこの3人に関してはサポートで攻撃力バフをモリモリすることが可能なので、めちゃくちゃ強いかなと思います。ウンディの編成に関してはこの編成かクラーラを入れたものをよく使うんですが、結構扱いやすくていいんですよね。適応力もそれなりにあるので強い編成かなと思います。今回の紹介としてはこちら3つの編成ですね。まあロビンに関しては今なら秘書の編成が最適っていうのはもちろんなんですが、ヌアンの代わりとして活用ができるのも嬉しいところとなってます。特に持続ダメージ編成の部分ですね。なので困ったらサポートとして入れるのもありなキャラっていうところはありますので、今回紹介した編成以外でもいろいろ試してもらうといいのかなと思います。ただ最適としてはこの3つあたりかなっていうところですね。それでは最後、バージョン 2.5 の環境から見たロビンの復刻ガチャについて話をしていきたいと思います。まあ3つの項目で見ていきましょう。まずガチャについてです。ロビンのガチャっていうところで見たところですが、調和キャラとして高性能なため、ぜひ欲しいキャラとなってます。現在は飛翔の実装っていうこともあり、追加攻撃キャラとの相性がいいバッファーが欲しいっていうところがありますね。そうなった時にロビン以外の調和だと追加攻撃特化のキャラはまだいないので、今後の追加されるキャラのことを考えると欲しいキャラとなってます。正直、飛翔と合わせるならアベンチュリンかロビンどっちかが欲しいなっていうのがあるんですよね。そうなった時に今来てるロビンっていうのは非常に優先度が高いキャラとも言えます。なので、秘書をすでに持ってて、ロビンを持ってないっていう方からすると、優先して欲しいキャラかなと思います。まあそうでなくても正直ロビンに関しては強いなと思いますので、引いて損はしないと思いますね。続いて、現環境から見てっていうとこです。これに関しては、どのコンテンツでも使えるのが嬉しい状況っていうとこです。これは実装から変わらずっていうとこですね。ロビン実装から使用していますが、追加攻撃持ちだけに限らず幅広い編成の穴埋めとして採用が可能だったので、どのコンテンツでも扱えるのは非常に嬉しいところとなります。それも今まで変わらずっていうところですね。特に最高度の必殺技は行動順が重要となる高難度コンテンツで未だに重要視されていますので、このあたりはまだ腐りにくい性能かなと思います。正直これを理解してるかどうかでロビンの強さって変わるので、環境的にもこれからずっとも活躍できるのかなと思ってます。それでは最後、ガチャの優先度についてです。先ほどガチャは欲しいところと話したんですが、優先度についても話していきたいと思います。個人的な意見としては、秘書、霊障などの追加攻撃アタッカーを所持しているならありっていうとこです。ロビン自体に関しては調和キャラとしてとても優秀っていうところはありますが、やはり生かすことを考えるとアタッカーがいてこそだなと思います。特に、レイシオや秘書は相性が良く、この二人を軸とした編成を扱いたいので、調和キャラに余裕があるなら、アタッカー優先して引いていくことがおすすめなのかなと思います。正直、追加攻撃編成に関しては、ルワンでも代用はできるってところがありますので、アタッカーを揃えてからサポートを揃えるって流れも全然いいのかなと思います。ただし、ルワンのような調和キャラを持っていないっていう人からすると、ロビンは先に持っておきたいキャラとなりますので、そのあたりは所持状況によって変わるのかなと思います。とりあえず、追加攻撃アタッカーを所持していないなら優先はそっち。ただし、調和キャラを持ってないなら優先はロビンになるっていう感じでイメージしてもらえるといいのかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。